ヨルトンはトンってしたやつ、元取りを切って、それで出家って言ってたけど、あれ、剃らないの？剃ったと思うんだけどね。頼朝さんのあの最後のシーン、キリストみたいだったね。白い着物だし、なんかこうそこだけスポットが当たって、おまけに政子が一番最初に会った時に、同じグミの実とか食べる時に、これは何ですかって言って、政子が「うん」ってこうくねんくねんってやってたもんで、すっげえ大爆笑したシーンだったのに、これを最後に持ってくる三谷さんって感じで、もうちょっとうるうるしてしまいました、私。あれは政子の見た幻ではないのかな。最初そうなのかなと思って、なんか寝てるからちょっとはっと夢みたいな感じで見たのかなと思ったけど、でもあの後の感じだと本当のようにも見えるし、でも全部が夢だったのかっていうのもね、わからないから、三谷さんらしくどっちかわからないけど、でも最後の最後に政子に、でもあれも鬼畜だよね、政子に治ったって思わせて喜ばせて殺すってひどいよね。あ、すごくかわいそうでした。女性たちが怖かった。みーちゃん？みーちゃんもねー。リクさんが怖い名前でのことなんで、まあ、さらに磨リきクさんが。はいよいよ本領発揮って感じでね、鎌倉を人の手に取られてはなりませんみたいな、それでニヤって笑う、もう生き生きしてましたよね。これがこの人やりたかったのかってぐらい、水を得た魚のようになってましたよね、リクさんね。みーさんはね、一番最初の頃は夫の全成を二代目の鎌倉殿にって言われても、この人全然なんか御家人に信頼されてませんよっていうね、割となんか正直にね、正確に判断がついたのに、御台所って言われると心が動くんですかね。お姉さんにね、あなたは力を得て変わってしまったって言うけど、実は変わったのは力に、魅力に取り憑かれたミーさんの方だったのじゃないのかなっていうのはちょっとあって、兄弟は実際2派に分かれて分裂、鎌倉が分裂だけじゃなくて北条氏も分裂していく、ソーガーみたいなものを今回は描いたんだとは思うんですけど、政子がかわいそうですよね。すごく愛してた頼朝、一番ね、好きだった人が亡くなったばっかりなのに、あれだけなんか最後に生き返ってほしいって、たった一人、他の人はみんな葬式の相談とかしてるのに、政子だけが必死で生き返らせようって思ってね、やってるのに、その悲しみに、ね、至る間もなく、そういうね、いろんなごたごたに対処して巻き込まれてしまうっていう、これから政子も大変だなって感じがしましたよね。みーちゃんが急に変わったように見えたのには、ちゃんと理由があったわけですね。そうなんですよね。今後の北条氏の中のごたごたとか、そういうのにもこう巻き込まれていく感。パパも今回はちょっと、いつものちょっとね、のんびりしたパパではあるけど、ちょっと陸さん寄りで、義時に、そんなの意味わかんねえって言ったとかね、して、ちょっとこう、義時とね、こう、亀裂が入ってるなって感じが出てましたよね。もはや、私たちが好きだった、ほのぼの北条ファミリーは、なくなってしまうのですよ。みーちゃんが変わったのを見て、いよいよ来たかと思いました。新章が始まって、いよいよこれから13人をはじめとする御家人たちのドロドロ熾烈な権力闘争になっていくわけですよね。ここからが本番です。ここからが地獄の始まりです。さあ、みんな心してみようって感じですね。今までもきつかったのに、これからもっときつくなるのか。皆さん、心臓マッサージのご用意をって感じです。